はい、はい、ということで、モリモリがオレンジにやってきました。いやちょっとマジでほんまに卒生がやばすぎてさあ行っちゃうよ。さっきやもんな、1、2時間、2時間ちょうど前ぐらいにモリモリにいきなり電話して言ってって言ってマジいきなり車飛ばしてきてくれたんやけど、モリモリはそして正直どんな感じ、俺も全く今知らんやん。パーセントで言ったら多分 20% ぐらいしか出てないだみんなが今 70% ぐらい、だいたい70から80ぐらいできてる時期やと思うんだけど、そうさ、半分はいってないけど 20% か、全然できてないです。俺何パーやこれで、俺も言うてそれぐらいちゃうんじゃん多分 20% とか 23、30、20 ぐらいやな、え、じゃあ同じぐらいってことか、同じぐらいやばいです。え、期限は、期限は1月の末まで、末か、末の、ちょうど末。それは模型も全コミか。なるほど、じゃあそれ結構やばいな。結構やばい。あ、そうなんや。俺でもシートがとりあえず1月の17かな、17に出さなあかんから、16までしか作業できへんから、結構ガチでやばくて、でちょっと今からというかこれから、まあ、さっきちょっと話、さっきというか1個前の動画でちょっと話したんやけど、まあ YouTube でこのプロセスどんな感じで進んでいって、あれこんだけ進んだんやっていうの分かってもらいつつも、卒生でこういうソフト使ってるんやなみたいなのもなんか結構理解してもらいながら、なんかそういうのを動画を撮っていって、インスタと絡めながらもちょっと進めていきたいなと思ってんねんけど、ちょっと俺の今の現状を話していた、モリモリも今知られない。俺は今、大阪市の大正区っていうところに住んでて、俺高校ずっと高校一緒やけど、毎日船に乗って通学してて、大阪市内やのに船ってどういうことやねんみたいなんでいやこれまず意味わからないけど、なんか大阪市内には珍しく渡し船っていうのがあって、まあほんまに1分ぐらいしか船に乗らんねんけど、自転車乗りながら乗ったことある？ないか船乗ってうーんって行って降りて、そのままチャリ爆走するみたいなのをしとったんやけど、なんかその体験がすごい面白いってことに気づいて、なんか これをうまく使いたいんだみたいな。でこれ面白いのは、渡し船が完全無料やねん。まあ大体100円とか取られそうやん、言うても。なんでこれ無料なんかって言ったら、なんか高い橋がかかってて、その高い橋だけやと普通にしんどいやん、歩行者とか自転車の人らが、で渡るときに、そう対岸を渡るときに、しんどいから渡し船ができてて、その渡し船はなんか交通局とかがなく、な建設局みたいな、橋として扱われてるみたいな。だから船やのに橋っていう扱いをされてるんです。すごい。だからバスとかとは別、バスっぽいけどバスとは別で完全に橋として扱われてるから、これにお金を使わすことはできないでしょっていうことで税金で賄われてるみたいな状態ね。そういう高い橋があって、生き残ってきたこの渡し船やねんけど、まあ、この渡し船を中心に俺はもともと考えていきたいなと思ってて、多分ここぐらいまで前モリモリと話してて、だから敷地を大正区にして渡し船の近くにして、なんか渡し船の認知を上げながらも、その、まあ、活性化みたいになったしたいなと思って雇ったんやけど、いろいろなんかその舟運、船のなんか泊のこと舟運って言うんだけど、舟運のこと調べとったら、今度万博あるやん。そうやね、大阪2025年。そうその万博の時に、橋本知事じゃないわ吉村さんが淀川を京都から万博まで一本で行けるようにするっていう計画を立ててるんよ。今実際その水位の高さとか調整する水門とかがあっていかないので、まあ、それの調整をするみたいなと同時に大阪の周運を賑やかにしていくっていう計画をもう立ててんねん。ちょうど今年の3月からそれを発表してて、だからそれに乗っかろうと思って、それに乗っかってプラス渡し船の魅力もちゃんと知らせれば一番いいなと思って、だから船って2種類あって、1つが川船、もう1つが海船っていうのがあっ
て、なんかそれ何が違うかって言ったら底の形だけやねんけど。あ、そうなの。川は浅いやん。浅いな。で、海は深くて波があるやん、うん、で、浅いから、じゃあ海は波があるから波を切って走らなあかんからこうなってんじゃない。ちょっと鋭利に。ただ、これだと川深いところは浅い、うん、じゃあ浅いところは渡られへんから、川とかやったら、だからなんか平らになって、なるほど、ね、平らで安定感を出してるみたいなんで、これは使い分けなんかあかんらしくて、どうしても。だからそれを乗り換えるターミナルを作ろうっていう卒業設計をやろうとしてます。そうで、これ自身、これも吉村さんが一応軽くは言ってて、これ自体どういう建物になるかみたいなのは何も決まってなくて、で、大体敷地も決められてるから、まあ、そこに対して、自分なりの設計をして、卒業設計をとしてまとめたいなみたいな、はいはい、で、それを、そう、そこを拠点に、まあ大阪の周辺を活性化させて、大阪の、まあ、スイート大阪としての、うん、もう魅力をもうちょっとつけていきたいなみたいな提案をしようとしているっていうところで、ね、お合ってると思う。いや、ね、もうこれは多分みんな3ヶ月前とかにもう大体決めとかなあかんような内容だと思うんだけど、俺はほんまにどうしても、もう無理で無理で、今までずっと伸ばしちゃって、もう残りも20日間ぐらいしかないっていうところに追い込まれているっていう状況だな。今のその考え自体はいつの時点で出来上がったんですか？これがこの間、まあ、1週間ちょい前ぐらいに変わった、それ、うん、あ、やっと今話した計画に。そう、12月の中旬ぐらいに変わった。そうで、そっからまあなんかね、ちょっともう、ね、模範会とかがあって、はい、いろいろあったんで出来てないっていう。しかも問題なのが、敷地がそこだけじゃなくて、その水運っていうか、あの渡し船的要素も必要っていうか欲しいから、もともと大正区で、その渡し船があるね、大正区で敷地を選んでたんやけど、そこの敷地にも、計画した方がいいよねっていう。で、それで渡し船を合わせた、交通経路みたいなとか観光的な航路というかを設計とか、まあ、デザインした方がいいんじゃないのっていうことで、そこと対象のそこと乗り換えターミナルっていうので今2つと、うん、と今まだ行くこんな時間ないのに船着き場があるから、うん、船着き場の軽いデザインも、船着き場自体は既存でもういっぱいあるね。ああ、なるほど。もういっぱいある、いっぱいあるから、でもそれに対して の、うん、あのデザイン性は、うん、まあ、必要じゃないみたいなんで、それができたら理想かなみたいなところですね。規模が大きい、規模が大きいんですよね。対象のやつ、私船、言い忘れたけど、私船は大阪では、8つあって、8つ中7個が対象区になる、あるんですよ。固まってる。そう対象がそもそも全部埋め立てで、あの三角数ってあるよ、うん、社会であるか、三角数川と川に、ね、三角数、はい、三角数を広げていったのが対象っていうような埋め立て で、だから完全に島になってて、うん、まあ、だからこういう私の絵が今思っているけど、でもう一つは海遊館、だから場所のなんかポテンシャルとしては、海遊館もあれば USJ もあれば万博会場もあったりするから、まあ船を使っていろいろ移動するのが便利な場所ではある。あと神戸も行ける、はいはい、もし船でフェリーとかっていうのがあるから、まあ可能性としてはいいよねっていう話で、ただそれをどうコンセプトをもうちょっと深めていくのかとか、どう設計するのかっていうのが今度は大事なわけで、それを全くできてないっていうのが一番の課題なんですよ。で、今日だから最後に言いたいのは、これからだから、こういう設計のプロセスというか、どう進んでいくのかみたいなのをこの YouTube を通して発信していくから、ちゃんと計画を立てるのかと思って、ある程度さっきちょっと話した計画を立ててみました。で、今撮影したのが28日です。で、これで出てるのが29日とかになると思うけど、30、31、今年までに基本設計を終わらせるやつ。ボリュームというか、まあ、あと3日で。あと3日で。3日で基本設計。では、もう全部ちゃんと終わらせる。ボリュームとか、動線とか、画像とか、流れがどうあるかな、船がこう
についてとかいう基本的な設計を全部終わらせる。で、1日2日はまあちょっと親戚にも変わらせなあかんから1日丸々やることができるから、3日4日でシートをまずやります。5日が最後のゼミなんですよ。卒生までのラストゼミなんで、5日までだから4日までに1、2、3、4のこの4日間でシートを取り掛かって全体的にどういうデザインするのであったり、まあちょっと文を考えたりタイトルを考えたりみたいな感じのことをしていく。でラストゼミが終わって5日から、9日まででコンセプトとかをしっかりと決め込むと、あと図面、モデリング、アーキテのモデリングをしっかりと詰める。あとはまあそれができたらパーソナルできるでしょってことで、もうパーソナルで、この5日間でパーソナルまで全部やる、いるやつは全部で、あと10日から16日の、まあ言うたら17日の朝まで、まあ、もうひたすらそのできた図面パースとかをレイアウトに入れてデザインの方をガチガチに固めていくという一応計画を立てているんですけど、結構やばい、追い込まれてますね。追い込まれてるっていうかもう、うんうんうんってしか言われへん。いっぱい寝たからな。今年の夏まではずっと寝えへんかったのよね。なんか全部取り戻すかのように寝たから、この時期に、この時期に一番よく寝た1ヶ月ここ最近で。そうなんだ、まあ、だからダンスでも16日までにこれがもしできたのであれば、17日にゼミ内提出で、18日に本番の最終提出があって、で、そっから模型に入る、で、最終ピースが2月の12とか。ああ、そういうことか。シートをとりあえず17日に出してから模型に入る。そう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 。なんですよ。うん。なるほど。まあ、そうだよね。まあ、俺はまあこんな感じで、で、モリモリも言うてだいぶやばいから、うん、俺とモリモリ両方のバージョンというか、まあこれからだから卒生をやるときは、お互い手元とかだけ画面とかだけでもいいからちょこちょこ残していこう。ああそうやね。後からアフレコで声入れたり、字幕を入れるだけでもいいから、その撮影自体を、まあこれからこんな感じで、どんな感じで卒生をやっていくのか、この究極に追い込まれた、まあ、反面教師として 2人がおるから、まあそこの2人を反面教師として来年以降の後輩たちには、まあ、ちゃんと、まあ、こんなやつはおらんと思うけど、こんなんから YouTube やってるかもしれんけど、頑張ってもらいたいなと思っております。お前もモイモイ来るから、もう俺一回シャワー浴びてやろう。あの、ダボダボな、ちゃんと部屋着からシャツと一緒に髪の毛もセットして、最初あんなくるくるやつ。1個目のサムネやばいかよ。やばいな。そう、だからまあ、そんな感じかな。っていう。だから今からとりあえず、今日の分の基本設計とかになるのかな、をもう俺はもう始めていかないといけないので、それを今からやっていきますということで、もしちょっと応援してくれるとか、俺もギリギリまでできへんタイプやとか、なんかいろいろちょっと共感するところがもしあったら、高評価とチャンネル登録やってくれるとありがたいです。はい、ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。